こちらのホームセンターでは入り口近くの目立つ場所に防災グッズのコーナーが設置されています。台風10号の接近を受けて台風対策のグッズが売り上げを伸ばしているということです。今月30日から来月5日までの防災週間に関連してホームセンターやデパートなど7社と県は毎年防災グッズフェアを開いています。こちらでは南海トラフ地震臨時情報が発表された今月8日以降、防災グッズの特設コーナーを設けています。この1ヶ月間防災関連商品の売り上げは去年の夏に比べて3倍以上に増加したといいます。情報が出た次の日にはもうすべてなくなってしまうという状態が結構多く続きました。また台風10号の接近に伴いまして、ここ数日は台風関連のグッズも多く売られていまして、土の代わりに水で膨らむ土のうですとかガラスの飛散を防止するシートなどが人気だということです。すでに品薄となっているものもあるため、店では早めの購入を呼びかけています。この防災グッズフェアは来月8日まで県内62の店舗で開かれています。